ょっと不思議やし怖かった。いやすごい話ですね。すごいなこれ。どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。いやー今回すごい先輩来てくださいました。もうご紹介します。ココリコ遠藤章造さんです。あよろしくお願いしますおおやってくれるんですね。いやあの全然やるんですけど、まあ、こういう場所なんでね、あんまり大声を張り上げてはちょっとなかなかできないんで、ちっちゃめのほほほよ。そうですよね。あれだけこうねあのポップのやつがすごいこじんまりしてましたもんね。いややっぱりね普段はこう声高らかにやるんですけどもまあ、ほぼ裸でね。あのなんでね今回こういうコラボが実現したかと言いますと、うんうん、ハンバーグ師匠のチャンネルと、うん、遠藤さんの変な形、そう、はい、でこのお階段巡りのこうなんかトリプルコラボみたいな感じなんですよね。いやそう本当結果そういう風になっていったんですよね。まあ元々は僕とハンバーグ師匠がフジテレビでばったり会って、はい、ちょっと YouTube 出てくださいよといいよいいよみたいなところから、はい、でもそこからすぐハンバーグ師匠の方の、YouTube の方に出させてもらって、はい、最近ちょっとゴルフ動画が多かったりするんで、はい、ちょっとホリプロさんの中でゴルフする人いないんですかみたいな話したら島田君のお名前が出てきて実際にゴルフもさせてもらったりとかしてね。この前行ってきましたよね。行きましたね。その模様がもう近々アップに近々またあの配信させていただきますけども、芸能界一、うんまあ、ゴルフがうまいといういやいやいや呼び声が高い遠藤さんと私が勝負させていただいてまして、うん、これがすごい結果になってますよねちょっとそちらの方も結構楽しい動画になってると思うんでよろしくお願いします。お願いいたします。あとねあの皆さんあのゴルフの動画ももちろんなんですけど、うん、あの癖の強い歌シリーズね。いやいやいやもう加納さんともやってますけど、はい、あれもぜひぜひもうもちろんご存知だと思いますけどもね、概要欄貼っておきますので、ココリコ遠藤 の、変な形という、はい、チャンネルです。お願いいたします。よろしくお願いします。さあで、はい、僕もダメ元で、うん、遠藤さん階段なんて話していただけないですか、はい、なんて言ったら、はいはい、いくつか不思議なのはあるよなんていうふうに言っていただいたんですよ。そうなんですよね。もともとそんなにその霊感が強い方ではないんですけど、はい、あのまあ不思議な経験というか、はい、あのいわゆるこう無形形のないものっていうのは意外とあの大事にしているタイプではあるんですね、良くも悪くも、うん、それで言うとなんかね今日の朝起きてからねもう嫌なこう首のなんかだるさというかこう肩に何かが乗ってるっていうのがねなんか久々になんかちょっと今日今感じてる現状なんですよ。やっぱ霊感はないけど感じやすいとか、でそうだからこそ普段はそういう話とかそういうお仕事全くしてないっていう遠藤さんだったってことなんですね。かひょっとしたら霊感はあるのかもしれないですよ、ね、気づいてないけどって方多いみたいですか、ね、でやっぱね不思議な体験っていうのはもう50年も生きてますから、はい、まあ何回かは経験してるんですけど、はい、ちょっとテレビでやっぱ収録することが多かったりするじゃないですか、ええ、それで言うと一つねテレビ の、まあ、その番組だったんですけども、はい、全部ボツになったっていうことが一回ありまして、オクラ完全にオクラになったっていう。全部一応回したのに全部回して、元々の企画が、はい、僕がまあちょっとあのまあビビリなところもあるんでそれは克服していきましょうって言って何箇所かあるそういう霊スポットみたいなところに行ってロケをするっていうやつなんですけども、見事にその1時間のまあ番組だったんですけど全飛びしました。だって撮ったわけですよね全部撮ったんですけど、たくさんの人とお金が動いてるから、はい、動いてました。普通もそれ飛ぶなんてありえない話じゃないですけども。何があったんですか。あのねまあ何箇所か行くんですけど、一つ目が、まあ都内の某公園にまあまあちょっとこう成仏されてらっしゃらない、女の子の霊がいるということで、そちらに行かせていただいたんですね、はい、でもちろん霊媒師さんの方も常におられて、でブランコがこう2つあって、
不思議なことにそこのブランコって2つあってこっち側に乗ったらこっち誰もいないんですけども勝手にこのブランコも動き出すみたいなことだったんですよ、ええ、そんなことを普通に考えてまあありえないから、うん、まあじゃあ一応行ってみましょうということで、でまあ僕がこう実際にそこに行ってそのブランコを乗ってこう動くんですけど、こいでみるんですけど、まあ全然動きなくて、あ大丈夫じゃないですかみたいな、一応写真でも撮っておきましょうかみたいな感じで写真とか撮るんですけど、何回かしてるうちに実際にスタッフさんが、あ、おーっていう声が聞こえて、え、何何何と思ってパッと見たら、確かに誰も乗ってないブランコが薄くこうやって動き出してたんですね、はい、何何これ何何と思って、実際僕も見てるんで、はい、何何何、でも自分のこの動きの多少の風で動いてんのかなと、全くそんなことないですよ、俺も そんな激しく動いてるわけじゃないから、そんなんで真横のブランコが動くほどの風なんて絶対行ってないし、薄く動いてて、あすごいすごい、ほんまに動いてるほんまに動いてるってなって、で一回止めて見てみましょうってなって、どうどうどう撮れてるとかって言ったら、もう全然撮れてないんですよ。えもうね、あれちょっと待って待って待って、もう一回巻き戻してよとかってこう技術さんがやってるんですけど、全く取れてなくて、え、それ1カメ、ね、1カメ、2カメありましたよ。で細かいやつもあったんですけど、で、そっちのメインの方とこっち側から撮ってるサブの方はもう両方取れてなくて、そんなことありますかって話になってどっちか一方だったらまだ分かりますけど、ね、まだ分かるんですけど、え、取れてないので、その前のブランコが動き出す前までは撮れてるんですよ。普通に僕がこうやって、え、どうどうどうとかってこうね、ちょっとちょけながらやってるのは全然映ってて、実際に動き出した瞬間から全く映ってなくて、わ、こんなんてほんまあんのかって言ってね、常に霊媒さんの方がおられたんで、霊媒さんの方に聞いてみたら、いや、おそらくそういう不思議な力が働いて、撮らないように映さないようにして欲しかったのかなみたいなことをまあ言われながら、あ、そうですかみたいな感じで、そこからまあ何箇所か行くんですけど、でまあ普通に、あ、なんかこれまあ不思議っちゃ不思議やなとか、いやまあ今のはどうやろみたいな感じで、まあロケが進んでいって、最終的にね、もう結構夜深かったと思うんですけど、八王子の方の、お城の跡かな、なんかそういうちょっとした公園があって、まあ、そこはまあなかなかちょっとこうそういうところで厳しいところらしくて、でもともと台本には載ってたんですけども、霊媒師さんの方がロケバスの中で、これどうしますと、これいや、まあ、テレビだしね、まあ、分かりますけど、これ本当に行きますって言い出したんですよ、はい、で俺はもう別に どうしますディレクターさんって言ったら、いやまあでもせっかくだから行きましょうよって、何ですかって、これね行かない方がいいと思うんだけどね、まあでも一応行ってやってみます、でも知りませんよ どうなってもみたいな感じで言われて、怖いなと思いながら道中そんなことがありながら、まあ、その場所に着くんですね。で着いて最初技術さんがちょっとこう動線の確認もあったりするんで、2,3 人でちょっと下見行ってきますみたいな感じでダダダって行った時に、僕の横にそのレイバーさんがおられたんですけど、ロケバスの中でパッと見て、ダメだこれって言い出したんですよ。どうしたんですかって言ったら、いやもうダメだよ、もう何人も一緒に行っちゃってるから、ダメだダメだとかって言い出して、でも 2,3 人の方じゃないですかって言ったら、いやいやもうダメダメというか、これ怪我まであるねとかって言い出して、ちょっとこうそれはちょっとまずくないですか、でももう行っちゃってるんで、ディレクターさんも行っちゃってたし、どうしようかなと思って、で遠藤さんお願いしますみたいな感じで、まあロケに行くんですね、はい、でレバーさんも、遠藤さんもし何かあったらすぐ言ってくださいねって、多分止めた方がいいかもしれないから、あ、分かりましたっていう感じで、実際にまあ俺が行くわけですよ、でまあ、こうカメラさんおられて、でうわー暗いっすね、僕懐中電灯みたいなの持ちながら、うわーすげえな怖いな何何とかって言いながら、どんどんこう山の中上がっていって、最終的に山のある程度のところまで行って、
15-20段ぐらいのこう階段がダーンってあったら、その奥に鳥居があるんですけど、はい、その奥、鳥居をくぐった奥に、なんか自分のその当時のなんかこう写真かなんかをこう貼ったらこう終了みたいな、そういう企画だったんですけども、じゃあここまで無事来ました、じゃあその写真をじゃあ貼りに行きましょうかと思って階段登っていったら、もう鳥居のその向こう側ぐらいからもうものすごい風、言ったらもうあ超アゲンストうわーっていう風が、はい、うわーって吹いてるんですよ。でも周り見てももう山の中やからもう森とか木がいっぱいあるんですけど、もう全然動いてなくて、その鳥居のところから僕の方めがけて風がうわーって吹いてて、はい、で階段を登っていってこれまで気づかないんですけど、もう階段上まで来たらもう本当にうわすごい風やなこれっていう感じ で一応あの霊媒師さんおられたんで、霊媒師さんすいません、あのこれ風がすごいんですけど、これもう音が入るかどうかも分からへんぐらいの風やから、これ風がすごいんですけどこれ大丈夫ですかねって言ったら、その霊媒師さんの方が、あそれはもう本当に来るな来るな、お前来るな来るな、もうこれ以上来たら危険だぞって言ってるから、来ちゃダメ来ちゃダメっていう合図だから遠藤さん今すぐ降りてくださいって、いやでもディレクターさんどうしたの、ディレクターさんはもう行って行って取れたら欲しいし、行ってください行ってください行くとか、でもレイバーさんダメダメダメとか言ってて、あどうしようかな、でもすごい風やし、じゃあ一回降りましょうかって、一旦階段降りてきた時に森の向こうの方から白い鳥が僕めがけてバーッと歩いてたんですよ。普通の鳥ですよ、普通の鳥が僕めがけてバシーンと上がってきて僕の真下でプタ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 って、しかも血流しながらプタ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 ってなって、ほんで僕ちょっとしたそれ演出かなと思って、さすがに本物の鳥やし血出てるし僕にガーンって当たってきてバタバタバタ言ってるし、いやそれ番組ちょっとゴールデンやったんですけど、ディレクターさんにすいません、あのこんな演出したって、うん、じゃあ俺ビビりかもしれへんけどこれ誰でもビビるしそういう演出したってこれテレビ的にどうなんですかこれ、うんうん、って言ったら、ディレクターさんも顔真っ青にしながら、いやそんな一切してませんと、そんなことするわけないじゃないですか、だって演出で本物取りぶつけて殺してわざわざ言ってんのって、はいこれがオチですなんて使えるわけないし、はい、そりゃそうですよね、でレバーさんこれなんすかって言ったら、もうとにかくもうめちゃめちゃ今危険な状態でめちゃめちゃ怒ってますから今すぐ下山してください、はい、だから要はもうそういう無形の力で鳥とかがもう俺がめがけてもう出ていけ出ていけ、こう鳥をも使ってそういう力で俺たちをこうまずもうお前ら出ろ出ろ出ろって相当お怒りになってると、はい、でみんなで降りていくんですけど、もうなんかねそこから普通に登ってきた道なんですよ、はい、まあ、多少暗かったですけど、降りようとしたらもうね道が分かんないんですよ、もうだからもうみんなパニックなんですよ、そんなだって迷うような道じゃないんですよ、ね、全然もう普通になんか一回ロケハンというかどうせも確認してるのに、もう降りるってなったらもうちょっと待ってちょっと待ってみたいな、あかんあかんあかん、これどうすんねんどうすんねんってなってて、で二股にちょっと分かれてたんですよ道が、二股に分かれてて、これどっちやろどっちやろと思って、ちょっと右の方行ってみる、なんかね右の矢印みたいなのがあったから右の行きましょうかと、もう俺はもう後ろついて行ってたから、あじゃあ行きましょうかって後ろ行って、であちょっと どうやって降りるんだこれ降りてる、ほんまに降りてるとかって言いながら、で5分ぐらいかなまた行ったら、これ降りてるようにも思えへんし、なんか登ってるのか降りてるのかよく分かれんなと思ったら、まさその道に来たんですよ。であれここさっき来たよねって、いやもうこんな大きい子じゃないよ、ここさっき来ましたよね、あれさっきここ二股で右行けって言ったけど、ここになんか矢印ありましたよねさっきね、こっちにっていうね、ここ ないですけど多分ここで間違いないですよね、あそこに鳥居があるし同じような角度だし、と思った瞬間に、まあ、一匹動物がファ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 ッとそこの矢印があったところらへんにいた動物がファ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 ッて言ってパッと見たらタヌキやったんですよ、はい、ほんであこれって何、いわゆるタヌキがなんかバカして違うところに
移動させて何か危険な目に遭わせようとしたんかなぐらい思いながら、でも霊媒師さんとかもまあ冷静なんですけど、もうずっと黙ったままでなんかブト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 言ってはるんですよ。やっぱこう払ってくれてるのかどうか分からへんけど、なんやかんや言いながら多分行きしな15分ぐらいじゃかかってないところを帰り1時間近くかけて、ボロボロの状態でみんな降りていって、はい、駐車場行ってロケバス乗って一旦塩振りましょうって一回もう全部塩バーってやってもらって、一応その場でお払いバーっとしてもらって、でロケバス戻ってどうしますってなって、もう一回じゃあちょっとそこまでどこまで使えるかっていうのがあって、その鳥がドーンまでさすがに無理やから、その前の手前でワーワーンというところまで使えるかもしれないから、ちょっとチェックしてみましょうと思ったら一切取れてない、そこも全く取れてなくて、だから結局もうその番組っていうかその企画はもう全くお蔵入りというか飛んじゃって、もう違う企画に差し替わったんですけどね。え、これ何年ぐらい前の話ですか？これ僕が31、2ぐらいなんで、多分今から約20年ぐらい前ですかね。あのだって最初のブランコで取れてなかったってなるから、はいはいはい、次なんて多分スタッフさんより慎重になって、うん、そんなことがないようにって絶対ね、うん、取れないってことないようにってやってるはずじゃないですか、うん、なってるやろね。なのに取れてないってことは完全に全く取れてないし、何か不思議な力。他の番組でもあるんですけど、ここ不思議なトンネルなんですよねって言って実際行ったらもう全く取れないとか、音声さんが急になんかもうノイズがすごいとかっていうのあったりするじゃないですか、ええ、もうまさにそれで、あの一切も取れないんですよね。取れてないんですよ、その映画ないから、はい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 、これはもうちょっと無理ですねって話になって。八王子っておっしゃいましたよね、はい、確かに八王子っていくつかあやばいなって僕も思う場所あるんですけど、うん、山の上の方ですか？で結構あなんかね、もうその20年ぐらい前からもうそれっきり行ってないんだけど、はいはい、なんか駐車場があって、そこからちょっと階段登っていってある程度行ったところに、なんか城の跡、はい、みたいなことを言ってた記憶があるんですけど、はい、八王子城のなんかな。ああ、いやそれは使えないですよ。だって本物の鳥俺めがけてバチッと来てこんなんなってんねんか鳥が。いやそれはあかんやろみたいな。いやそのやっぱ僕でも神社で上の木々は揺れてないのに鳥居の中からだけブワーって向かい風来るって、これやっぱりもう拒絶ですよね、うん、あれはでもね本当にすごかった。あの風は未だに忘れないですね。いや不思議だなと、周り全く無風で全く木も揺れてないのに、そこ鳥居の間だけ俺にだけ目がけて風がブワーって吹いてきてるっていう感覚はちょっと不思議やし怖かった。いやすごい話ですね。すごいなこれみたいなね。まだそういったお話ってお持ちでらっしゃるんですよね。ああまあ いくつかはありますけどね。じゃあすいません、よかったら、はい、次回また話していただいてもいいですか？あ全然僕のでよければ。いやすごかった、ごめんなさい、正直期待以上でした、ね、というか今ちょっと喋っててあれですけど、すっげー腰とかなんかすごい体が痛いんですけど、これなんかあるんですかね。やっぱ遠藤さんなんかすごくそういう感受性強い方なのかもしれないですね。なんかな、今すっごいなんかね、正直ごめんなさい、ちょっと吐きそうやね今。ちょっと お水もらっていいですか？ちょっとごめんなさい、ほんまちょっと俺吐きそう、すいません。ちょっと本当に体調の方ごめんなさい、なんかこういうあんまりあれなんですけど。ありがとうございます。いやーすごい話でした。ぜひ、ね、皆さん、概要欄貼っておきます。ココリコ遠藤の、変な形、僕もねゴルフの方で出させていただいております、はい、ぜひぜひね、チェックの方よろしくお願いいたします。お願いします。いやじゃあまた次回よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。ゲストはココリコ遠藤翔造さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。